ちょっと待って。おはようございます。ただいまの出席議員数は19人で定数数に達しております。これより本日の会議を開きます。この際報告いたします。市長から平成30年2月26日付橋総第654号をもって追加議案3件が提出されました。議案はお手元に配布いたしております。これを今会期中にご審議願うことといたします。以上で報告を終わります。これより日程に入り、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、12番、堀内君、13番、樽井君の2名を指名いたします。日程第2、議案第52号、橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例についてから、日程第4、議案第54号、橋本市指定介護予防支援等の事業に人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてまでの3件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。市長。おはようございます。おはようございます。それでは本日追加提案させていただきました議案についてご説明をさせていただきます。まず議案第52号の橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例、議案第53号の橋本市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例の一部を改正する条例につきましては関連する議案でございますので一括して説明いたします。介護保険法の改正により、これまで都道府県が実施していた指定居宅介護支援事業者の指定等の事務が平成30年4月1日より市町村に権限移譲されることに伴い、議案第52号は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を新たに定めるもの、議案第53号は指定居宅介護支援事業者の指定における申請者に関する基準を新たに規定するものでございます。議案第54号は、橋本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。これは国の省令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。以上、議案3件についてご説明申し上げました。議員各位にはよろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。市長の説明が終わりました。これより議案第52号について質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないようですので、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第52号については、文教厚生委員会に付託いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。あ、付託したの。ちょっとごめんなさい。これより議案第52号、橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例についてを採決いたします。ん？すいません。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。暫時休憩いたします。
次第おかしい。採決したらおかんやな。この際、9時50分まで休憩いたします。